商品とか機械とかを意味する言葉よりも、そのブランド名っていうか、その商品名の方が浸透力があって一般化しちゃったとかっていうことって、やっぱりなかなかね、そんなたくさんないじゃないですか。そうですね。それよりもご飯ですよの方が一般ポピュラーになっちゃったっていうのはなかなかないと思うんだよね、俺。そういうのって2月に発売されすごい会た社と思わないもんね、こん水な、唐辛子こうのいう面あれ見て、なんか桃屋の新商品は2年ぶりだ。この本当にイノベーションと思うよ、俺。実は他の食品メーカーは、次回のカンブリア宮殿はご飯のお供桃屋ですよ。一瓶が1週間持たないぐらい。商品の半数は昭和からのロングセラー。5000個の亀が並ぶ桃屋の倉庫にその人気の秘密があった。嫌になるぐらい手間と時間をかけて美味しいものを作る桃屋社長小出雄二。小さな瓶に隠された桃屋ロングセラーの秘密に迫る。